いです。ほのかです。気まぐれシェフへようこそ。さあ今日はね、はい、ちょっと現場変わりましたね。変わりましたね。さてどこでしょう。いやすごいめっちゃ綺麗よ。びっくりした。いやよかったスタジオになって。いやもう本当に。はい、じゃあ今日は、はい、第何弾ですか。第5だ。5か。5になります。5ですか。5です。はい、5弾ということで、はい、この間上げて2弾の時か、2回目の時じゃあ3回目の時か、3回目の時にチャンネル登録が99人と、そう言っていたんですが、うんうん、今なんとなんと116人。イエーイ。やばい。ということで、はい、またまたやりました。はい、はい、チャンネル登録者数、はい、116人、中途半端。はい。今日は本物です。もうついにお酒もついに、はい、じゃあ今日のメニューは、今日のメニューは、はい、はい、濃厚かぼちゃケーキです。イエーイ。秋ですな。この季節といえば、まあ、もうかぼちゃですねかなと思って、はいはい、今日はかぼちゃします。はい、材料紹介を、はい、いきますよ。じゃあ、肝心のかぼちゃね。次バター 60g、小麦粉、はい、50g です。砂糖、はい、50g です。牛乳約、はい、卵2つ、水大さじ1です。はい、では早速いきますか。いきましょうか。はい、作っていこう。かぼちゃを湯がいていきます。ではこのカメラ OK ですか。はい、はい、じゃあこれ蓋してハッチでいきますか。うん、はい、でちょっとカタカタ言ってきたらちょっと落として、何分ぐらい、はい、ちょっとしてからあの硬さね、あれ見たらこれ持ってきたの。あ、すごい硬さ、これで見てください。はい、爪楊枝でぶっ刺して刺さるぐらいまで、はい、柔らかくします。カタカタ言ってきたので火を落とします。うん、だんだん3ぐらいにしようかな。はい、はい、でこれでちょっとしばらく置いときます。じゃあいい感じに、はい、なんか匂ってきたんで、はい、どうでしょう。確かめてみます。はい、いいよ。あ、柔らかい。あ、めっちゃいいやん。そうそう、あ、忘れてたこれ。やばい、こっち集中しすぎて。私がやったよ、これはな。すいません。これね。はいはい。はい、いくよ。もう刺しました。はい、見える？刺さった。めっちゃ柔らかい。もう OK。ね。どれぐらいやってたかな ?10 分ぐらい？そんなやってない。そんな感じで刺さるようになったら、はい、全部確かめ、全部っていうかいろんな場所のやつを、うん、あ、でもね、うん、確かめてみて、うん、刺さったら OK ですね。okay. てかめっちゃ色きれくない。うん、きれい。かぼちゃの色ね。なあ、ちょっとすいません、こっちでは伝わらない。めっちゃきれい。見えるかな。多分、うん、そっちでは伝わるかも。でもさ、水ちょっとしか入れてへんからさ。そうですね。なあ、色抜けへんくていいよね、うん、はい、でははい、これを使って、はい、次は混ぜましょう。これを使ってね。はい、はい、ではフードプロセッサー用意してもらって、はい、今日は使うのは、はい、メタルです。メタル ではもうここに全部入れていきます。材料を、はい、じゃあカメラやりますね。はい、お願いします。かぼちゃ入れます。ちょっと私のダサさが出るけど大丈夫かしら。いいです。綺麗なフープロが。はい、はい、でお砂糖を入れます。ドン、ドン、はい、生クリーム入れます。あ、それ生クリームか。あ、じゃあ牛乳や。またや。違った、牛乳でした。でもこれもこのまま入れちゃっていい感じ。え、いいと思います。もう若い、もう分かってんのかみたいな。卵入れます。ごちゃ混ぜ。はい、だってめっちゃ工程少なかった気がする。はい、じゃあバター入れます。どう
シュールめっちゃなんかバターめっちゃ柔らかい。で、はちみつ大さじ1、1、あ、これすごいめっちゃいい、すごいいいサイズナイスなサイズですこれ。はいはい、終わりで、蓋します。あ、ちょっと押さえたいな、あ、ティッシュ、なんか回した時に飛ぶんで、飛んで出てくるんで、ここ、はい、ここね、あの、押さえといた方がいいです。はい、はい、では、オンします。こっち側もこっち、いきますよ。はい、はい、では、滑らかになってきたのでストップして、開けます。うわ、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い。ではこれをフライパンに入れます。はい、はい、用意するのは中フライパンとこれね、クッキングシート。はい、ね、はい、ではこれを流していきます。うわうわすごいすごい滑らか、滑らか。 OK、 はい、じゃあ綺麗な色で、はい、綺麗な、蓋します。蓋します。で、ケーキモードがあるので、このケーキモードでスタートします。はい、あとはもう勝手にやってくれます。はい、はい、ではでは、なりましたね。できました、はい、なりました。30分ぐらいやったかな、はい、はい、はい、ではオープンします。わー、おいしそう、やば、めっちゃきれい、色めっちゃきれい、まっきまっきっき、まっきっき、すごい。では完成、私かぼちゃケーキ久しぶりやな。私もね、うん、いただきます。いただきます。うまっ、うん、めっちゃかぼちゃ、うん、めっちゃかぼちゃ、え、おいしい。でも、うん、え、めっちゃおいしい、うん、え、あったかくても全然、うん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 、おいしい。冷やしたい、そうやな、冷えると冷やし、食べるときはぜひ冷やしてください。うんうん、冷やした方が味が締まる、生地も締まる、生地もっていうか、その、うんうんうん、これ自体も締まって、うん、なんていうのやろ、食べやすくなりますよね。なんか確かに、確かにとか言ってるけど、いい感じになる、とりあえず、うん、冷やしてみてください、うん、うまっ、なんかスイートポテトのかぼちゃバージョンみたいな、うん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 、めっちゃわかるかも、おいしい、やば。次回の気まぐれシェフはこちらです。そっからテレ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 、じゃーん、なんでしょう。これ何を、ね、何を作ったか、これテーマ何かずっと当ててくる、アメリカンドッグみたいな、こんな感じ、うん、ナキリさんが、うん、絶賛のケチャップ、うん、美味しい。